どうもありがとうございます。本人喋っちゃダメですよ、言おうと思ってたんですけど、他者の目で今日はあのやっていきますから、小坂さんができなかったら、プレッサーさん、よかったら、プレッサーさん、ちょっとリードしていただけますか。だって、彦坂に話したら大変ですよ、今日は。言われても困ってしまうんですけれども、まあ、これは、まあ、僕らがね、喋るのに、彦坂さんがどういうふうに思われてから聞くのが一番手取り早いんですが、まあそれだとちょっとお互いにヘビーだと思いますので、じゃあまず藤原さんあたりがお話を今のプレゼンテーションを聞いて、まあ藤原さんは小坂さんさっきとかいろいろ見られて大体の印象があると思う、それとのみんなやつを絡めてお話し、あのやっぱり私自身が彦坂さんの作品をダイレクトに触れたのってもう70年代も、大学入ってからですから、もう70年代それこそウッドペインティングですね、リアルタイムで、うん、リアルタイムで触れてるのはそこがスタートで、実はそのフロアイベント とも含めて、それ以前の彦坂さんの仕事って展覧会の形でしか触れてないっていう世代ですね。この間も秋山さんに本当にまとまったあの展示じっくり拝見させていただいたんですけど、で富井さんおっしゃるようにはっきり言ってわからない人の一人なんですよね。今もよくわからないんですけど、それで、まあ、アートスタディーズにこう参加させていただいていくと、これが本当にどんどんわからなくなっていく方なんですね。ただ私自身がですからフロアイベントに関してはリアルタイムでの体験はないんですが、ただつまりアートトリエンナーレであれは つまりで1回目の時1回目はね、輸入瓶に100本並べて割ってった。それが実はその時ご一緒したんですか。それが初めて、彦坂さんのフロアイベントの一つというのはこういうものなんだということを体感したもの時だったんですね。でやっぱり相当インパクトありました。ご本人前にしてこう背中向けながら言うのもなんか変なんですけれども、こういうことなんだって、つまり そのフロアイベントの、持ってるそのなんてさっき富井さんもおっしゃったある異化効果とか異化効果を持ちながら、ただそれは単に例えば意味性とか、ある価値基準をただ壊すだけではなくて、特に牛乳瓶を並べていくのはもう延々と彦坂さんが歴史的な日本の中の歴史の出来事をつぶやきながらこう叩いていくわけですよね。ですから逆にその場にいた者にとっては自分がその生まれるはるか以前のある日本の時間の層が牛乳瓶を割る音と彦坂さんのつぶやきにの中でこう空間として立ち上がってくるような印象ってやっぱりすごく強烈でした。でここで私ちょっと一つ彦坂さんに質問させていただいてよろしいですか。最初はそのラテックスを巻かれた部屋の畳なんですけれども、あの畳っていうのは一回ああいう風に巻いてしまったらもうダメ。いやいや、ずっと使ってます。ずっとじゃん、その匂いの中で暮らされて。いやいや、引き剥がす。でも、アンモニア蒸発するでしょ。だから引き剥がしちゃうと割と元に戻るんですか。剥がれたりしません。そう、剥がれてやっぱどんどん荒れていくわけですけど、それとなぜ通貫通らなかったの。それはだからわら製紙、わら製品っていうのは日本から輸出した時は通ったんですけど、日本政府が日本の税関がわらの輸入が禁止だとおっしゃる。でこれはだからじゃあ日本に戻ってきた時にダメだ。やられた。それで安西茂雄さんが全部写真撮ってくれたはずなんですが、なかなか言っても出てきませんけども、撮影はしてくれた。どこでもどこ、税関の消費家路で、でも横浜、没収されちゃったってこと。そう、没収されて焼却、うん、だからまあ藁の中にその、虫とか伝染病とかいるという判断ですよね。だから変なもんなんですけど、日本から輸出してで帰ってくるときはダメということで、まあだから そういう意味でも本当に終わったなっていう感じがちょっと強くあったんですよね。すごく面白いご指摘だと思ったんですね。その畳、使っていた畳がそういうある種の制度上の問題において、消滅してしまった時に彦坂さんの中である一つのサイクルがこう閉じていくというか、いやとてもなんか興味深く伺いました。で本当はちょっと第二系列のところも少しだけ、しかもですね、それが1975年なんですよ、終わったのが。それであのあれなんです、パリ青年ビエンナーレを、はい、で選んでくださったのが峰村さんなんです。峰村先生が選んでくれて、
まあそういう意味ではね、本当にありがたい。僕はたくさん彦坂君のためにいろんないいことしてあげたけど感謝されたためじゃない何しろ天津さえ私の文章のケチはつけるし、一番僕が頭にきたのはね、私の作った作品、これをね、ああいう程度のものを作る人が彫刻家を論じてたってのは、論じられた彫刻家がかわいそうだって言うんです。僕言ったんですかね、僕じゃなくてた文章、文章書いたの文章書いたの。いや、まあそれはそうとして、それでいながらね、私は例えば今回こういうのでも、出なくてもいいんだけど出てくるっていうのは、どっかこの人やっぱり、なんだろうね、不思議な魅力とまでは言わないけれどもね、なんかあるんですね。それでだから、まあ死ぬまでそうやってやってください。ただ私はこの彼の人生、まあ富井さんはとても熱意を込めてずっと研究していらしてね、それをプラスの方向で評価して、それは僕はやっぱりそういう人がいてくれるというのは本当にアーティストにとっては大切だと思うんだけど、そういう人がいると私は非常に安心して、ああいうのはダメだと、はっきり言えるようになるんですね。いや、彦坂って非常に真面目な人ですから、やってることが虚しいとか一気やってるとかそんなことじゃ思わない、非常によくやってる。ただ私にとってはもう全てはあれは変装だけれど、どこからの変装かというと絵画からの変装なんですね。あるいは発展跳躍で、だから彼がウッドペインティングをやってるのは何も別のことをやってる、あるいはプライベートと同じだという以前の彼のもう 体内に、作っているペインターとしてのね、何を見るか、見るとはどういうことなのか、何を媒介にして人間というのは見て、その見るというのはどういうふうに身体的にこうそれを営むのかっていうのが体の中にある。それ の、時代が時代ですからね、普通の絵を描いたらね、あれバカじゃないかって言われる時代だったんですよ。やっぱりさ、アーティストはバカだと言われてまで絵描くっていうのは本当に辛いと思うんですよね。だからやっぱり絵はやりたいんだけれども、なまながら絵じゃない、否定の極地まで行ったところで転覆するような絵をやってみないかというようなね、まあそれは絵でだけではないにしても、やっぱり体にひっついてるそのやっぱり絵画というのがずっと僕は続いてると思います。で、私もそうだと思う、うん、だからミルクをかけるのもね、もちろんそうだし、それで牛乳瓶のあれをあれも そこからまたこう切ってるわけですね。で、私は今の一番興味持ってるのは空想の公共美術館、これも面白いと思うんですがね、しかしまあ全てそういう面白いことをやるんだけど、やっぱり僕は彦坂君には、同等の絵画を死ぬまでに、そちらにバッチリ取り組んでもらえるというのが、願いですね。絵画ということではですから、このイベントの前身というところで69年 のコンプレッサーでといった作品からいろいろこう絵画の解体ですよね、ここ目指してたというのをお見せしているのと、まあ、あんまり深く触れられなかったんですけど、それと鳥さんの絵が出しましたけども、赤のバッグに先生の清原啓一さんの作品ですけども、あれも意図的にああいう先生に習っていて、そこでそれを小学校1年生から習っていたわけで、その床のラテックスが乾いていくのが美しいと思った、その美しいと思う心象がそれを抑えきれずに、だからあそこから全く情報アートに行ってコンセプチュアルアートをしてても結構才能あったと私は思ってるんですけども、そこでもう一回やっぱり再演して他の人にも見てもらおうと、だからその物性ですよね、物っていうか物として作品が存続していくというところのこう奇妙なこうせめぎ合いみたいのが彦坂さんの中にはずっとあって、今でも一生懸命絵画の形を追求しておられますし、それと同時に公共美術館空想っていうのは私もとても面白いと思って、その年表的な足元を見つめ直すという態度が、歴史への興味っていうか態度がそのままアートスタディーズにもつながってるわけだし、公共美術館空想にもつながってるということで、だから
とにかくね、喋り出すと大変なんですよね。そろそろ時間じゃないですか、小沢さん。どうもありがとうございました。まあ、今そういう意味で、本当に同じ時代の、同じ時代を生きてきた、アーティストと、まあ、評論家という、美術評論家という関係で、峰村先生とは付き合いしてきて、まあ、非常に、そのくせ私は、まあ、お友達関係の人のことについてもつい正直にいろいろ言うから、まあ、その評論家の先生ともそういうふうに、痛烈な言葉を言うから、まあ、非常に複雑になっていくわけですけども、まあ、それでしかも今日お願いしたいのは李宇春さんの、作品で、まあ、今回が実はですから自分と李さんっていうのが出てくるので一番難しい回なんですね。まあ、それをどういうふうにこう、やれるのかといったときに、まあ、先生だけではなくて、何人か、まあ、特に若手の、研究者って出てきますので、その方々に振るっていうことも、随分考えてはいたんですが、まあ、私自身の限界だとは思いますが、どうしてもやはり実際李さんを最初から見てきてる人に語っていただきたいという思いがあって、まあ、来年ルッケンハイム美術館で大規模な全館使って大規模な個展なさいますので、これは、まあ、できれば私を見に行きたいと思いますけども、まあ、宮村先生もご覧になられるんじゃないかと思いますけども、どう考えますか？いや、大変ですよ。どういうふうになるのかっていうのは非常に楽しみですけども、まあ、ちょっとじゃあ、宮村先生、どうぞよろしくお願いします。もうね。